女子ゴルフの海外メジャー今季第4戦、エビアン選手権は14日、フランスエビアンリゾート GC、6527ヤード、パー71、で最終ラウンド、R、が行われ、1打差の2位タイで出た古江彩香、富士通、が通3 9アンダーで樋口久子、渋野日な子、笹生優香に次ぐ日本勢4人目の海外メジャー制覇の快挙を達成した。 優勝直後には4人の日本人選手がグリーン上に駆け寄り、シャンパンシャワー、で祝福。その瞬間を捉えた写真には、最高の写真じゃないか、なんて素敵、といった声が上がっている。画像、最高の写真、なんて素敵、4人の日本人選手が震えあやかにシャンパンシャワーを浴びせた絆の一枚。歓喜の輪が広がった。最終18番。 震えがイーグルでウィニングパッドを沈めると、西村優奈、西郷真央、勝つ南山下美優の4人が一斉にグリーン上の震えのもとに駆け寄った。シャンパンボトルを手にした西村、西郷、マサル、さらに水のボトルを持った山下は、豪快に震えに浴びせて祝福した。キャップの上から、シャワー、を浴びた震えは笑顔だった。エビアン選手権公式インスタグラムと X。 旧ツイッターは日本人選手たちの絆を捉えた写真を公開。瞬く間にネットに拡散され、ファンからも感動の声が上がった。ナンペス的な写真、日本の選手みんなが笑顔で古江選手のメジャー初優勝を祝福してるシーン最高ですね。最高の写真じゃないか、ゴルフの日本女子は本当に強いな、感動しました。 シャンパンシャワーは世界の女子ゴルフにおける日本人選手のこれからを示してくれてるようなフォト。また、漫画家の高橋光一郎氏も大会公式を引用する形で、古江選手、他の日本人選手たちから祝福のシャンパンシャワー。最高、と投稿、古江の快挙を祝福している。